タトラ T3 タトラ T3 この項目では、KD タトラが製造した路面電車車両のタトラ T3 のうち、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都、サラエボの路面電車である、サラエボ市電で使用された車両について解説する。サラエボ市電は、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都、サラエボ市内を運行する路面電車である。1885年に馬車鉄道として開通して、以降、 期間は7 6 0ト、mm、ルの狂気路線であったが、1960年までに全区間とも1 4 3 5ト、mm、ルへの改め期が行われたほか、同年にはサラエボ中心部と郊外のイリジャを結ぶ郊外路線が開通した。これに合わせて路面電車を運営していたサラエボ市は、現在のクロアチアに拠点を置くジュロチャコビッチ工場へ新型車両の発注を検討していたが、 提示された、心臓費用は39億ディナールに達し、当時の財政状況では全額を支払うことが困難だった。そのため、サラエボ氏は心臓車両の導入を断念し、その代わり1960年代に廃止されたアメリカ合衆国ワシントン DC の路面電車網で使用されていた PCC カーの譲渡によって賄うことが決定し、 1958年から1962年にかけて多数の車両が導入され、うち71両が営業運転に用いられた。さらに、利用客増加に対応するため、1964年には給料が2車体連接車へ改造された。だが、これらの車両は1941年から1944年に製造されたものであり、 サラエボ支電での運用開始後は老朽化が問題視されるようになった。そこで1967年、ユーゴスラビア政府はチェコスロバキア政府との間に同国で生産されている路面電車車用タトラカーを導入する契約を交わした。そして同年から営業運転を開始したのがタトラ T3U である。タトラカーはチェコスロバキアにかつて存在した。 鉄道車両メーカーである KD タトラが製造した路面電車車両の総称でタトラ T3 はその中でも1万3000両以上が生産され東側諸国各地へ導入された片運転台のボギー車であったサラエボ市電に導入されたタトラ T3U はユーゴスラビア向けに設計が行われた形式で終電装置が車体後方に設置されていたほか 全面窓の上部にある方向膜は初期の2両を覗き横に長い大型の形状が用いられていた。最初の車両は1967年かきにサラエボシデに到着した後、9月1日から営業運転を開始し、1969年までに全20両が納入された。以降は同時期に KD タトラが製造した2車体連接車であるタトラ。 K2U と共に市電の各路線に投入され、老朽化が深刻化した PCC 化を置き換えた。タトラ T3U は連結機を有しており総括制御も可能な構造であったが、サラエボ市電の利用客数と比較して輸送力が過剰となる連結運転は行われなかった。だが一方で一両での運用では輸送力不足という側面もあり、以降の増備はタトラ、 K2U によって実施されることとなった。1980年代初期まではタトラ、K2U と共に使用されていたことが確認されているが、1983年から1984年頃に定期運用から離脱したと推測されており、1990年代のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争以降に残存する車両は2両のみとなった。そのうち125は、 長期にわたる、止め置きの末2004年頃に解体され、最後の残存車両となった、事業用車両の128についても2017年時点で放置状態が続いている。ありがとうございます。